はい、どうもマリです、今回ですね、こちらのこの間ね、エミュー用に作りました巨大ケージのセッティングをしていこうと思います。今まで餌入れて普通のタッパーをこう餌入れてドンって置いて使ったんですけど、そうするとね、そこに糞とか入れるし入っちゃったりするんですよ。なんでそれを防ぐためにちょっと高い位置に餌入れをつけたいなと思いまして、こんなものを用意しました。こちら壁掛けタイプの植木鉢ですね。こちらに餌を入れて、このケージのさ、壁面にこう高いところにこうやってくっつけられるようにしたら糞も入れないしエミューも入らないんじゃないかなと思いまして、今回こちらをねつけたいと思います。もともと穴は開いてるんですけど、ちょっと自分のちょうどいいところでね、こう穴を開けて、このちょうど良さげな高さのところでね、こう目印をつけまして、ネジを途中まで入れます。でこれをこう引っ掛けられるようにするという感じですね。これですぐ外したりつけたりして餌を入れたり出したりできる。で水入れもね、同じ仕様でやろうと思うんですけども、まあ、植木鉢なんで下に穴が開いてるんですよ。で一応栓するやつはあるんですけど、これだけじゃちょっと怖いんで、もう栓した上でシリコンでね、表裏からガチガチに止めて水が入るようにしております。これを水入れにします。はい、というわけでね、こちらのケージをこちらのね、180センチ水槽の下の段に入れます。ここにね、いろいろ水槽とケージ置いてたんですけど、もうちょっとうまいことね、模様替えして頑張ってどかしまして、ここにね、入れられるようにしました。169センチというこのケージのサイズはね、この下の段に入るちょうどいいサイズだったんですね。さて、入れられるかな。でこの中に床材を敷いていくんですけれども、今度はね、もう藁はやめにします。ベッドシーツでそろそろいけんじゃねえかなと思って、今回用意いたしましたのがこちら、スーパーワイドっていうね、 90cm×60cm のベッドシーツを買いまして、これがね、このケージが幅が 169cm の奥行き 60cm なんで、その 90×60 のこのベッドシーツをね、2枚、で敷きはね、ちょうどいいんじゃないかなと思いまして、これを用意しまして、真ん中を養生テープでくっつけて、よいしょ、これで敷いて使ってます。もうすでにね、実はね、90×60 のペットシーツを前のね、90cm のケージで使ってみてたんですよ。そしたらまあ意外とめくって滑って足が悪くなっちゃうということもなくて、全然めくんなかったんですよね、意外と。なんでこれでちょっとね、やっていこうかなと思います。この方が管理が圧倒的に楽なんでね。じゃあこちらのケージにエミューの赤ちゃんを投入。ゴリッおい、いやー、3匹入るとこれでも結構そんなに広く感じないな幅は79cm、 奥行きは 15cm サイズアップしてるんで、もう倍以上ぐらいは大きくなってるはずなんですけど、それでもまあそんなに広くはないですね、これでもね。つってもね、今月末ぐらいにはもうこのエミューの赤ちゃんたちね、他の飼い主の方に連れていくつもりなんで、1匹だったらこれぐらいの広さあればまあまあの広さかなとは思います。今後ね、こんな感じでエミューの赤ちゃんたちを飼育していこうと思います。床材もちょっとまあね、エミューの赤ちゃんってうんこの数がすごいんですよね。もう3匹もいたらもうブリ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 、1日2回ぐらいペットシーツ交換しなきゃいけないぐらいなんですけども、さらになんかちょっと良さそうな床材とかありましたら考えて変更していこうかなとは思います。
ちょっとね、餌をね、入れてみましょう。これで本当にちゃんと食えるかどうか。待って待って、よし、はいはいはい、はい、どうぞ。もう早速ね、うんこしてますけどね。お、あ、ちょうどいいかも。あ、ちょうどいいかもしれないですね。もうちょうど良さそうですね。いい感じ、いい感じ。これなら絶対うんこも入んないし、そんなにね、入って散らかしちゃうってこともない。でもちょっと高かったか、ちょっと背伸びしてるかな。お水もちゃんとシリコンで固めた甲斐あって漏れたりしてなさそうですね。いい感じかな。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。